これがパンプさせるのに特に効く。飲んで15分ぐらいしたらもうパンプをする感じがする。これね、飲んだ時のこの高揚感というか集中力だね。Welcome to Big Kid Channel ということで、今日はプリワークアウト、ね、今2種類、この真ん中、真ん中というかまあこの右側の方が多いんだけれども、こっちが刺激物、覚醒物質の入ったエネルギーとパンプを起こす、エネルギーとパンプをさせるプリワークアウトで、こっちが刺激物が入ってないパンプを目的としたプリワークアウトね。一つ一つ紹介していくと、まずはここの前にこれ倒れてるかちょっと見えないけれども、あんこだな、あんこパック、これまあみんなも知ってると思うけれども、ね、個人的にパンプアップというかあのカーブアップだね、させるときにこのあんこを利用してるわけなんだけれども、そのアイデア を使ってこの、一つはパックにした。これ1個で 50g の炭水化物に相当するあんこが入ってるんだけれども、まあ、日本人のこのあんこの消化吸収の良さを利用した、まあ、プリワークアウトというか、エネルギーだね。で特にコンテストの前に俺はカーボンアップさせるときにこのあんこを食事と混ぜながら、あとはバックステージね、パンプアップさせる前にこのあんこをおすすめ。これ簡単なので、1個 50g、ね、白あん、粒あん、こしあんがあるあんこで、サプリメントだとこのギャスパリマズプラズマジェット、これはパンプの代表、ボディカフェでも最も売れてるパンププロダクトの一つだけれども、プラズマジェットはこれで3代目だな、初代はもう何年前なのか、15年前かな、俺がちょうどギャスパリと、契約した時に、まず始まったスーパーパン、プラズマジェット、これはね当時は何キャプセルだったかな、12キャプセルぐらいの、あの1シートを全部飲まなくちゃ、とにかくすごい量を飲まなくちゃいけなかったんだけども、効果はすごくて人気があった。でまあそれが廃盤となって、2つ目もまた廃盤となって、これ3つ目、で成分はそれぞれ変わってるんだけれども、特にこのギャスパリのナイトリックオキサイド、このプラズマジェットの特徴はグリサパンプというグリセロールだね。グリセロールってこれオールドスクール、まあ、古くある栄養素なんだ、栄養なんだけれども、これがパンプさせるのに特に効く。でこのプラズマジェットは4キャプセルをトレーニング前に取る、トレーニングの15分前直前でいいに取ると、パンププラズマジェットで、2つ目このセルボリュー、セルボリューは MPAマットポーターアプローブサプリメントといって、マットポーターは残念ながら昨年亡くなってしまったんだけれども、彼とはね個人的にも交流があって、ボディービルダーとしても優秀だった。マットポーターが開発したセリボールで、この MPA の特徴は、ブランドの特徴は特に高品質といって、あのアメリカではやっぱりサプリメントは安いものというか、安いのが当たり前というのがアメリカのサプリメントなので、まあ、みんなも値段ね、値段見てもらったら分かると思う、日本のサプリメントの安いね、それをまあ逆転の発想というか、いい原料を使ってとにかく高品質にこだわったブランドなので、原料成分も例えばこのセリボルトの、これはまあプリワークアウトなんだけど、イントラとして使う、まあ、ファーマグレードという EA があるんだけれども、これまた違う機会に紹介するけれども、それは全て 100% 味の素、日本の味の素の味ピュアというアミノ酸を使っている。でアメリカのほとんど のアミノ酸は、まあ、おそらく日本の味ピュアは使えないというのは、値段が高すぎるので使えない。それを MPA は逆を言って、いい製品を、高くてもいいので本当にいい製品を取ろうという人に売るサービスとね。でセルボール、これはプリワークアウト、これも刺激物入ってないけどパンプを流す製品として人気ある。で次イボジェン EBP3D で、 EBP は2つあって、こっちの
ここにある EVP エクストリーム、ね、NO エクストリーム NO っていうのもあるんだけれども、こっちがまあ最初に始まった EVP なんだけれども、今この EVP の中でも刺激物がないという、刺激物を除いたパンプを促す、3D という製品が出てて、これも人気で、その同じイボジェン、これ EVP AQ といって、これはリキッドなね液体の、これもパンププロダクト、これもグリセロールが大量に入ってて、パンプ、相当パンプがする。で次、この NOX、 NOX、 これね、なんかブランドの名前が突拍子もないけれども、これは味もオレンジで美味しくて、特にとにかく人気がある。ボディカフェ、今スムージーはやってないけれども、当時やってた時、ジムの中でこれは一番売れた製品、ジムの中で作ってね、まあ人、トレーニングしに来て、そのまますぐ飲んでトレーニングしに行ってた時に売ってた NOX、 これも、パンプ流す。で最後、ベジタリアンの人に、飲めるのがこのコンシャスマッスルというブランドのね、これプロテインもコンシャスマッスル先日紹介したけれども、それのこのプリーワークアウトもある。でこれも、カフェインフリーって書いてるけれども、カフェインなど刺激物を含まないベジタリアンのプリーワークアウト、ね、以上がパンプを促すプリーワークアウト、ね、で、ドーピングテストを受ける人は、このこれから紹介する刺激物の入ってるプリーワークアウトは、まあ、常に常に禁止されてるわけじゃないんだけど、ドーピングテストを受ける1週間前には、少なくとも中止した方がいいというのは、この中で入っている成分の中に禁止薬物が含まれている可能性もあるので、少なくとも1週間前、2週間前にはストップするってこと、まあ、それ以外の時、テストのない時は取ってもすぐ代謝されるものなので、課題残るのではないと。でまず最初、もちろんギャスパリのスーパーパンプ、ね、これはスーパーパンプマックスといって、スーパーパンプの歴史はまずはスーパーパンプ250、スーパーパンプ250って書いてる製品から始まって、それが、プリワークアウトの業界では一番最初の製品、当時はこのギャスパリのスーパーパンプ250と、あとは BSA の NOX Pro、 この2種類しかプリワークアウトなかったんだよね。今はまあプリワークアウトも星の数ほどあるんだけれども、なので当時からまあ250からこれマックスに変わって、製品成分はやや変わってるんだけれども、当時からコンセプトは同じで、これのこのスーパーパンプの特徴としては、この中ね、刺激物の含まれているプリワークアウトの中ではマイルド系なので、初心者中級者でも安心してスタートできるプリワークアウト、ね、俺もこれずっと使ってる、ね、変わらず、10年は使ってるな、ね、スーパーパンプで、これから紹介するこっち側はスーパーパンプはね、まあこれはマイルド系なんだけれども、これから紹介するのは結構強力系なので、初心者にはおすすめしない、中級者以上で、まずはこのプロサップのハイド、これ HYDE って書いてハイドね、ヒドじゃなくてハイド、でこれはプリワークアウトの中では、まあどうだな、スーパーパンプのよりも強いんだけれども、こっちのこれから紹介するものはそれほどでもないな、これはまあ中級者ということでいいと思う、ね、でこれ味は結構いろいろ種類があるので、まあ美味しいで、次このニュートラバイオのプリ、シンプルにプリなんだけれども、これはね、ニュートラバイオのこのグリーンのね、ラベルのものは全部ナチュラルシリーズといって、人工甘味料を含まないナチュラルな、原料だけで作られたプリワークアウトなので、まあ、ナチュラル志向の人はこれ使ってほしいんだけど、ナチュラルといっても弱いわけじゃなくて、これはかなり強力なので、まあナチュラル、別にナチュラルを気にしてない人でもこれもちろん使っていい、エネルギーとしてはね、これはどっちかというと、そうだな、飲むとこう体が痒くなるって言ったら変だけども、ベータアラニンの作用があるので、結構もうすぐ飲んで15分後ぐらいしたらもうパンプをする感じがする、これね、あとはその覚醒作用も強いで、
でその次はさっきちょっと紹介した EVP Extreme へのネイロジェンで、オリジナルの EVP よりもさらに覚醒成分とエネルギー成分を強化したものなので、これは上級者だね、おすすめで、これとこの実はこの AQ っていうのを混ぜて飲んでもいい。これはもちろんパンプ成分も入ってるんだけれども、AQ でさらにパンプ成分を、プラスアルファしても面白い、ね、次レッドコン、トータルウォー。レッドコンも高品質有名だけれども、このトータルウォーも強力、ね、これはね俺も試したけれども、エネルギーと同時にその覚醒、まあプリワークアウトで強力というとやっぱり覚醒作用が結構強いね。その飲んだ時のこの高揚感というか集中力だね、これを促すのはこのトータルウォーと、この下にあるこのブロークンアローレップスポーツ、これはあまり日本に知られてないかもしれないけども、これもとにかく強力なので、日本ではマニアの間では人気あって、これの成分としてはやっぱり覚醒性作用が強いで、おそうだ、これはパンプだ。このジャガーナニューチュリションのディスターブ、これは覚醒成分を使わない、こっちに置いちゃったけれども、パンプっていうのはこっちに置いちゃったのは、このアイレイトという、まあ、製品と一緒に組み合わせて飲むと、まあ、パンプと覚醒作用で効果倍増ということで、まあ、こっちに置いちゃったんだけど、これも実はパンプを流す製品で、このアイレイトと一緒に飲むと効果倍増で、このアイレイトはおそらくこのプリワークアウトの中でこの3つね、初めに置いたこの3つ、この3つは最も強力な覚醒作用がある。なので飲むと深い、集中力、こうゾーンに入る、前のファットバーナーの時も言ったけれども、そういった作用があるアイレイトと、この2つは、まあ、ハイテックだね、前もナッコも黙るって言ったけど、強力でおなじみの DMAA というね、ECA システムというのかな、エフェドリン、カフェイン、アスピリンのこのスタックに次ぐ強力な高揚作用、覚醒作用がある栄養成分を含んだこの JAK3D とメゾモフ、この2つのプリワークアウトは、これは超上級者向け、初心者はこれは飲めないのでね、上級者ならこれ1杯で十分だろうな。これが効かなくなってきたらもうちょっとプリワークアウト抜かないといけないね慣れすぎ体が。以上、プリワークアウトパンプ編と覚醒編、覚醒成分強力プリワークアウト編、この2つ、まあ、使い分けて、やっぱりね初心者の人はさっき言ったように、まあ、こっちの方もちろんこっちの使ってもいいんだけれども、半分でもいい、スプーン半分のより、あんまりこう興奮しすぎるとね、トレーニング逆に集中できなくなっちゃうんで、でこっちはまあ誰でも使っているパンプね、パンプを流せで、もちろんこれ両方取って効果を倍増させてもいい、ね、ということで今回はプリワークアウト編、サブスクライブよろしく。